近年、日本の病院経営を取り巻く環境はますます厳しさを増しています。人口減少、人口構造の変化に伴う医療需要の減少、高頻度な診療報酬改定による医療費の削減が現実となっていく中で、医療の質を保つためにはこれまで以上に病院経営の効率を高めていく状況下に置かれているのではないでしょうか。医療画像診断装置メーカーとして1982年より現在に至るまで数多くの医療機器を世に送り出してきた GE ヘルスケア。実はデジタル IoT 技術を活用したソリューションを提供していることをご存知でしたでしょうか。本アニメーションコンテンツではその内容をご説明します。病院施設にはさまざまな職種の医療従事者が働いていますが、それぞれの優先順位やニーズは異なります。最適化・効率化を実現するためには、それらを把握した上で横断的につなぎ改善を実行することが重要です。 APM は GE ヘルスケアが提供する院内管理者向けの機器の共有・最適配置ソリューションサービスです。医療機器の稼働データを取得・分析し可視化することで、機器配置の最適化や機器共有の促進などを図り、お客様の効率的な機器運用を支援します。医療機器メーカーとして信頼・実績に加え、デジタル IoT を中心としたテクノロジーと病院経営への理解を併せ持つ GE ヘルスケアが提供する APM は、ソリューションのご提案にとどまらず、その実行・検証・そして浸透までを担い、お客様の目指すゴールへと導きます。 APM の具体的な成功事例をご紹介します。近年著しい発展を遂げている超音波装置、院内で数十台の規模を保有されていらっしゃる病院も多いのではないでしょうか。本事例では院内のさまざまな場所で利用されている超音波装置の稼働状況を小型の Bluetooth センサーを利用し可視化しました。可視化された稼働データをもとに、病院内のステークホルダーの方々と議論を行い、最終的には総台数のうち約 20% を統廃合、一部を共同利用する運用へと変更を行いました。その結果、初年度で数千万円規模のコスト削減を実現すると同時に、院内の超音波装置の平均経年数を1年以上若返らせることができました。 GE ヘルスケアではご紹介の APM 以外にも、放射線科などの検査部門における検査品質と効率性の最適化を目指すクリニカルパフォーマンスマネジメント CPM、 院内情報を集約し可視化・分析を行うサービスであるパフォーマンスインテリジェンスアナリティクス PIA もご提供しております。多くの病院では新規入院患者数の増加が異業収益の増加を目指す上で重要な経営目標となります。この経営目標を達成するために、検査部門ではより多くの検査実施を求められます。一方で検査品質の維持・向上も臨床的な視点では欠かすことはできません。検査現場には多くの課題が存在します。検査技師のスキルの標準化、装置や検査種ごとのパラメータのばらつき、造影剤やコイル変更への対応、検査品質の向上と検査数の増加の両立を目指すためには、これらの課題解決が重要と考えられます。 CPM は CT や MRI などの大型の画像診断装置から収集したビッグデータを分析し、検査現場のさまざまな課題に対する論理的な最適解を導き出します。対象となる装置は GE 製品に限らず、マルチベンダーへ対応することが可能です。またデータ分析・可視化を行うだけでなく、導き出された最適解を実際の検査オペレーションへ反映することで業務改善をリードします。ある病院で CPM を活用し検査実態の可視化を行ったところ、日中勤務時間帯の約 30% を
検査以外に費やしていることが明らかになりました。さらに技師ごとに検査データを分析した結果、ある特定の検査では検査時間中央値で最大 12.5 分の差があり、非定型検査においては検査時間のばらつきが大きいことが特定されています。いかがでしたでしょうか。こうしたデジタル IoT 技術を活用したソリューションサービスを通じて、 GE ヘルスケアはお客様とともにブリリアントホスピタルの実現を目指してまいります。